どうも、ひとまです。今回は白シャンクスやっていこうかなと思います。いや、それでね、カラーチェンジが出たんですよ、白シャンクスにも。いや、それで、まあ、前々回ぐらい、白シャンクスの動画撮ったんですよ。まあ、あの時はね、まだ歌はいなかったです。そして今すっごいシャンクス対策のキャラ来ちゃったね。いや、どんどんシャンクス対策来てるな。いや、そこら辺来ちゃったか。で、巻き込まれる白ゾロが毎回かわいそうということで見ていきますか。さあ、こんな感じということで、まあ黒多いね。まあ黒系のキャラがなんかちょっと紺になってるな、マントは。そんな感じか。で、下はなんか海パンみたいな感じになってるね。で、シャツは黒ということで、まあ白シャンから黒シャンみたいな感じになっちゃってるね。まあということで、まあこの黒シャンっぽさを出しつつ、まあ白属性でね、得意属性の、破棄解除が来ちゃってるということで、まあ歌あたり勝っていこうかなと思います。レッツラッコ。はい、ということで1戦目やっていくんですけど、まあ前回ね、シャンクス使った動画の時では、まあ今後が怖いよねみたいな、話してたんですよ。まさか次の日にこんな風になるとは思わなかった次の日にさあ、こんな最強のなんかよくわかんないさ、ね、よくわかんなくはないけど、まあそこら辺、おい、さすがにそれ食べ過ぎだろ、カムサリからのこれ30杯が切ってるんで、はい、しっかりしろ、歌も勝っていく。まあ、舐めすぎた歌にはね、このようにいけるということで、これ、トレンド取っちゃおうかなと、はい、言いつつ、さ、これ、ジャスして、の、OK、間に合って、多分、吹っ飛ばせてないんで、これで通常攻撃で、ちょっと避けつつ、これ、カムサリ避けて、多くないか、白シャンクス。さ、これ、一旦、お宝エリア入ってくことで、1、2からの、OK、1からの、OK、30杯かなってる、OK! 白シャン無双始まっていくよ。で、スキル2、はい、からの、ゴー、はい、OK!めちゃめちゃ KO してるなんか調子がいい。さあ、ということでどうしましょうか。さあ、ここシールドとスライム、さあこれ1,2からの、いや、これさ、ここ貯めとくか。でも超過キャラいねえんだよな。あ、待って、これ外出た。外出てしまったら1,2からの、このスライムも枯れますねと、はい、いうことで、これは OK、 裏決めてしっかり KO からの、これ多分飛ばない。あー、なるほど、どっち言ってんだ。さあ、これ一旦逃げちゃうか。あー、まだね、覇気がついてるんで、まあできるだけ、減らしといて、火消えた。で、覇気切れる瞬間を見逃しちゃいけない。ナイス、オッケー、まさかの取り切れ。さあ、からこれジャスしてのオッケー、これは無敵打ちのオッケー、これ吹っ飛ばして、さあ、いいよ、いい吹っ飛ばししてるよ。待って、強くね、白シャン。普通に強くないか。いや、カラーチェンジのおかげか、これはもはや。これカムサリ打っちゃうかな。これ打っちゃって、さあ、これ帰ってくる、オッケー。さあ、これは1、はい、からのこれは1,2からのスキル2が、取り際でしっかり KO していく、オッケー。白シャンいいよ。さあ、来た、歌来たね。まあ、歌はこの防御硬くてもスキル値防御無視なんでね、そこをうまく活かしていきたい。さあ、あそこなんなら、シャンクスも KO したいところだったけど、さあ、あそこシャンクスね。いや、これタゲかけたくないから一応打っとくわ。先打ちしといて、さあ、これどんぐらい入る、このカムサリ。あー、なるほど、あ、結構入ってるね。です、これ30杯かなってるんで、いや、このシールドが硬すぎるね。さあ、これいった、やっべ、吐き切れた、覇気が切れたし、コンボも切れた。まずい、これはまずい。オッケー、何、ジャスト、これジャスト回避でも覇気欲しいです。ちょっとくれませんか。やばい、これマジで、これこうなったらきついな。いって、覇気がね、連続してたっていうんだけど、一回切れちゃったら、まあ、こんな風になっちゃうね。さあ、これ多分、これカボチャをジャスして、貫通じゃおら、オッケー、貫通すれば関係ないよ。さあ、これ、いやー、スキル2、3本押しちゃった。即スカムサリか。まあまあまあ、でも頑張った、シャンクス。いや、でも楽しいわ、こうやって使うとね。やべえ、ルッチ連れてきちゃった、最悪、だいぶミスったわ、これ。さあ、これはワンチャン落としきれる、これワンチャン、これ落としきれるぞ、これ。いやー、お前援護してくんな、これハッピーつくかつかないから全然違う。からのこれは、オッケー、無敵合わせらんないけど、ナイスカムサリ、ナイスカムサリで、お前、おい、なんちゅう完璧なパーティーや。オッケー、一旦のコーガン出して抜き切れる、オッケー、あと1個欲しい。はい、ということで2戦目やっていこうかなと思います。ちょっと分かってきたわ。いやー、でも絡んだら良くないってことは分かったから。で、やっぱり歌って70%切ったらあんま強くないんですよ。まあ、そこを狙っていきたい。まあ、正直タイマンだったらどうなるかは分かんないんだけど、いやー、そう、タイマン以外、こういう平面とかだったらさ、セライムのやつめっちゃ飛んでくるじゃん。そういった意味ではね、そこ、これさ、とりあえずスキルに打ってみていい？どんぐらい硬いか。あー、なるほど、こんな感じか。さあ、これ無敵打っとく。みんな歌の、歌への恨みがすごい。ということで、あっち行っちゃったか。さあ、あれ、シード割っとこうかな。これシード一旦割っといて、これ味方のために割っとけば、シャンクスが頑張ってくる。なんかお菓子落ちてる、お前、緑シャンクス。いや、お前、ちょっと待って、一旦これはこっち行っといて、ナイスからの多分強襲来る可能性を見越しといて、で、こっちに、あれがあるんで、これうちの、はい、割れてるからのこう、オッケー。いや、枯れる、枯れっちゃ枯れるな。1、2、
はい、オッケー、これは得意分野。1、2、はい、オッケー、カムサリ、オッケー、ナイス。いいね、この白シャンのこの流れいいよな。白シャンのみにしか感じないっていうか、あ、ごめん、欲しかった。まあでも俺も欲しかったわ、それで言ったら。これはさすがに強襲打つず打たざるを得ないよね。オッケーからのルッチはさすがにもらっちゃうよと。英語が言って吐き散らされた。これルッチの方、ルッチの方にオッケー。30敗か、30敗か KO で、これ覇気継続熱いよ。さあ、歌どこ？でも待って、これ緑シャンクスだ、緑シャンクスめんどくさいよ、なんか。いろいろめんどくさい。別にめんどくさくないけどめんどくさい。さあ、オッケー。これ一旦任せて、ナイス。いいね。からの1からのオッケー。当たるか、そこ！今俺じゃないと思ってさ、余計のやめちゃったの。一旦これで緑ロジャーいっちゃって、さあ、スキル両方とも使ってたね、今。オッケー。通常攻撃詰めてきた。ということで、これ1からのオッケー。これジャスして、やばい、これ緑ロジャーに打とう。一旦うちのオッケー。しっかりちょっとラグくなってるけど。けどオッケー、一旦カムサッといて、ここジャスできてないけどオッケー、無敵使ってブーストまで耐えろ、ブーストまで耐えろ、オッケー。そんなその後何でもいいよ、オッケー。ジャスしてのオッケー、1、はい、覇気切れてる、オッケー。いいシャンクス、素晴らしくない、シャンクス。いやー、そこ超過されてるか、まあ一旦ルッチに任せるか、まあルッチの方が相性はいいと思うんでね。でカムサリだけ温存しといて、ここだよね、カムサリ。オッケー、30敗かなった、回復のもきついたってなったらもう強くないよ。でこれはオッケー、ジャスしといて、できてないけど覇気だけ切らされたくない。あー、まあでもスキルにすぐ溜まるんで、そういった意味でオッケー。でこれはスズチの、はい、30敗かなった、しといてなんないけどオッケー、ダウンはする。で敵虫ダッシュついてないんでオッケー、1、2からのオッケー、3でこれジャスしといて、できないけど、いってこれが、いやこれカムサリで貫通できるわ。ということでこれはここの相手のシードからカムサリ。いやでも意外と食らわないな、全然食らわない。さあ、これ一旦任せよう、一旦任せて、いや、あっちも歌、ちょ、どうしよう、もう歌がいっぱい、歌がいっぱいいる。ちょ、お前ちょ、きついカムサリかと思った歌いっぱいいるとちょっとどこにも行けん。そして緑ロジャーがなんかいい味出してうざい緑ロジャーいい味出してる。これワンチャンない、これ攻めてくれたからワンチャンないか、ワンチャンにかけてブルーの自宅だよ。いやー、ごどり惜しい。これ決めました、ルッチとかのためにシールドを割ってあげる。いや、ルッチもシールド割れるか。その黒ロジャーとかあのセラヒムとか、まあ、そういうキャラがいた場合に、援護してあげる、カムサリしてあげようかな。まあ、やっぱシールドなかなか割れないんで、その防御、アップしちゃったら、そこがね、ちょっと強いところの一部だと思うんで、そこはしっかり、なんとかしてあげたいな。おお、その援護うまいな、その援護めちゃめちゃうまいから、これさ、あえてさ、これ、いや、さすがにその3人重なっちゃったら貫通。いや、これは待てよ、これはいい感じだぞ。さあ、これ歌いる、え、いる、あ、見えない。で15秒でしょ、ちょうどこれ15秒だから、ここでしょ、ちょうど、はい、完璧だけど、やっぱ食らわねえな。待って、セラヒムはやばい。あー、それ降りてます、私。あ、なんでその、それやめて、降りてる、俺これ降りてる、あぶねえ、危ない。あ、また歌、ちょ、俺行かせて、あぶねえ、ちょ、もうセラヒムがきつい。で歌いけてもセラヒムがきつくなるな。おい、どこにでもいんな、お前。そろそろ俺は無敵スキルが溜まるぞ。で、これは1からの、はい、たー、ちょうどナイスからの、これは、ここでジャス、オッケー、できてないけど、1、2のオッケー、3で、はいはい、でかすぎ。で、肉取りにと見せかけて、取れません、オッケーからの、これは1からの無敵もらって、オッケー、セラはお茶の子再々ですよ、任せてください。やばい、吐き切れる、あー、フェイントしてる、あ、吐き切れる、あ、フェイントしてる、あー、やめて、それ、ちょうど切れてる、もともと。1、2、待って、これ、外だったら正直いけるよ、外だったら、舐めすぎ。待って、どこ行った、カボチャさえなければ、君はなんてね、カボチャ投げた瞬間、さすがにそれはもらっちゃうよと。あげる、どうせ俺吐き切れるし、どうせ吐き、あっぶね、オッケー、これで一旦カバーして、1、2からの、で、無敵スキルね、はい、で、これはちょっともらって、オッケー、1、2、あ、マジか、ミスった、ごめん、下手すぎ、今のジャストラリーの1、2のオッケー、3で、ちょっと待って、1、2のオッケー、ナイス味方、これ取っちゃっていいよ、どうせ吐き切れるし、ネガティブシャンクス、あ、ごめん、俺がジャスすればよかった。セラジャスむずすぎだろ。いや、これはオッケー、1、2からの覇気ないと見せかけてあります、あっての、オッケー、1からのカムサリ、オッケー、でかすぎ、オッケー、セラヒムこんだけ早く借りればいいわ、やめて、それ、え、当たってんの、それ撃った、やばすぎる、接近する、あー、ワンパン、じゃあ別にさ、撃たじゃないのよ、そのセラヒムなのよ、うざいの一番、その覇気解除で、いやー、覇気解除されてない時こういう時に限って、ブルーノちょっと歌から取ってみたいわ、歌取れんのかな。さあ、これさ、とりあえず、あ、カボチャ投げてみたんで、ちょっとこれさ、これどういう感じかやってみていい、これブルーノだったらワンチャン壊せないか、お、壊せてる、壊せてる、壊した、ブルーノのこの連射いいぞ、
レノンとの連射めちゃめちゃいい。からのこれは一番遠いところに向かって、これどうせ無理なんで一定のデスライムでしょ。ブルーの強いぞブルーのめちゃめちゃ強いかもしれん。で残りこの秒数ね、やべ開始位置やべ、あオッケーオッケー、ナイスダウン。そのダウンは美味しくて、でしかもこれ回転しちゃってオッケー、時間稼いで、でスライム来る可能性もあって、でオッケー、これ取り切れないでしょこれ。いや、やばいかも、これはやばいかも、外出ちゃったらやばい。あまずい、これ若干早かったかも、若干早かった、若干早かった、クッソ邪魔できねえ、スライムのせいで邪魔できない、クッソ石化うぜ。はい、ということで4戦目やっていくんですけど、いや結果強い。ちょっとこれ吐きもらっていいか、一旦吐きもらってチャレンジしてみるわ。強いけどやっぱね、歌というよりその歌のせいで生き生きしてるやつらがちょっといるわ。これカムサリ取り際打っちゃって、さあこれ当たってる、あシード回復したね、これ結構でかい気がする、これ俺食らってもいいな移動で避けていく、ナイス。からのどうせまたディフェンダーに、あーなるほど、これちょっと挑んでいい、これスキル2でどんな感じになるの。さあこれは割られて、あーオッケー、これ打ってみる、これ打ってみて、さあ打ってちょっかい出して逃げる、逃げてちょっかい出して逃げる、いいよ悪くない、いやー微妙かこれはちょっと歌硬いな。さあ肉もらっちゃって、これさ2人に当たんない、これ奥のシャンクスに、オッケー、本命は奥のシャンクス、からのこれはそうだよね、そうなっちゃうよね。まあでも歌といえば、まあ、ゲッターっぽい感じなんでね、ほとんど。さあこれは握ったらカムサリの方が怖いんで、まあ、そっちだったらオッケー、そっちだったら食らってオッケーの、いやでも歌いっぱいいるとさシード回復むずそうだけどね。さあここはあっち打っちゃって、はい打ちのオッケー、シャンクスはこれ1からの、はいオッケー、さすがにもらっちゃって、さあ1になったところでこれはシャンクスいきますね。さあこれブースト前に落としたい、ブースト前に落としたいんで、これは1 1、オッケー、ちょうどブースト、なんちゅうタイミングだ、もう無理だ、こいつは 30% カットある。いやでもこれは1、2からの、これ2回来た、絶対ちょっとかい、ちょっとラストもう一回やらして、いや勝ちたい、ウタに勝ちたいけどあいつ勝て、なんであんな体力あんだっけ防御力。まあ一旦行きますか。いやでもこれ初動がこうなってくると、なんかあんま僕シャンクス二陣とか取る必要ないんじゃないかなって若干思ったんですけど、この場合初動が欲しいもんね。いや間に合い、いや頑張らない、くそうせ、そっちはもう一人どこ行った味方、あ裏行ったの、裏行ってたのか、全く気づかなかった、あ覇気消えた、やばすぎからのこれ、お前生き生きしやがって覇気がない時だけ。さあこれは一旦戻ろう、一旦これはあの時間稼ぎますいやーこれごめん、さすがに2人は無理だったわ、一旦これまた帰って、まあ一旦これ自分の体勢が整うまで、やるっていうのも1、2、ありっちゃありありっちゃありあり、ありっちゃあり、オッケー、シードちょっとだけ笑っていく。でね、ゲッターモードにさせて、もうシード使わせたいんすよね。でゲッターモードになったら旗取るまでね何もできないんで、一旦これは時間稼ぎます、時間稼いでオッケー、土台は整ってる、で裏一つ取ってくれてるから、これはねむしろ今回避してたな、さすがに舐めすぎぞろ、それは舐めすぎでさっき無敵使ってて、で今使った、でこれは30敗以下になったらもうゾロ、なんか勘違いしてないか、今ちょっと白シャンクス弱くなってる、確かに勘違いしてる、これ持たないね、オッケー、まあどうせ使わないから、オッケーオッケー、勘違いしてる君はそこまでなんかそんな息なんか吹き返してない。待ってよ、これシード若干あるな、いやーシード若干ある、やれ歌、いやシード割ったら教えて、シード割ったら教えて、シード割ったら教えて、シード割ったら教えてね、教えた瞬間アップねー、カムサリ打つと思った。これは、はい、シード使う、でこれはオッケー、これで切らせる、でこれあオッケーオッケー、でシードなくなる、おさすがにそれは甘いんじゃないの、オッケー、はい疑り、こういうことなんですよ、あなんかかぼちゃ来た、いやこれがやっぱ強いよね、でかセライム来れないんじゃね、そうだよね、セライム、あっちロジャー行ってんのか、じゃあ一旦ここはアルッチね、まあ一旦任せて OK で一旦戻りますか。いややっぱ歌はね状況状況でいける、なんか圧倒的きつくなったかって言われたらそうでもない、うん、だからシャンクス使ってる人は全然大丈夫だと思う、うん、まあ今後は次第ちょっと答えると今後次第、ということでこれ前線行っちゃっていい、俺も行っちゃうわ、俺も行っちゃって、これカムサリに歌準備します、君ここでしょ、 OK、 えどういった、あ当たってる、はいはい、だから状況なんですよ、シードをしっかり割ってとか、まあ、そういうことを していけば、僕一緒に降りよう降りてる、待って、今ちょっとラグだったって、一緒に降りようって言ったのにいつの間にか一瞬早く降りてたって、なあいつ元に、あとした